皆さんこんにちは、あずです。今回はドレス選びが楽しくなるプリンセス風ハンガーを作っていきます。まずオーロラ姫風ピンクのハンガーを作っていきます。使うのはダイソーで買った木製ハンガーとダイソーで買ったはぎれ、両面テープ、ダイソーで買ったリボン、他にハサミとライターを使っていきます。まずハンガーに両面テープを貼っていきます。こんな感じで両面テープを貼っていきました。下の部分にも両面テープを貼っていきます。両面テープが貼れたら布を貼っていきます。布が貼れたら裏返します。ハンガーより少し大きめに布を切っていきます。布が切れたら両面テープを貼っていきます。
動画が撮れていなかったのですが、この両面テープを剥がし布を貼っていきます。布を貼り終えたら先ほどと同じように両面テープを貼っていきます。布を貼っていきます。先ほどと同じように少し大きめに布を切っていきます。側面の布も貼り付けていきます。はみ出た部分は切っていきます。
側面に両面テープを貼っていきます。こんな感じで貼りました。次にダイソーで買ったグログランリボンを使っていきます。リボンの端をライターで炙り、端処理したリボンを先ほど貼った両面テープの上に貼っていきます。
貼り終えたら次はダイソーで買ったオーガンジーリボンを使っていきます。リボン結びしていきます。ここでもリボンの端はほつれないようにライターで炙り端処理をしていきます。リボンが完成したらグルーで接着します。次にセリアで買ったラインストーンシールを貼っていきます。シールが貼れたら完成です。シンデレラ風の水色のハンガーはダイソーで買ったはぎれとダイソーで買ったグログランリボン、セリアで買ったラインストーンシール、ダイソーで買ったオーガンジーリボンを使いました。ベル風ハンガーの黄色はダイソーで買ったはぎれとダイソーで買った両面サテンリボン、グログランリボン、セリアで買ったラインストーンシール、ダイソーで買った手芸リボンを使いました。アリエル風ハンガーはダイソーで買ったはぎれとセリアで買ったリボン、ダイソーで買ったオーガンジーリボン、セリアで買ったラインストーンシールを使いました。白雪姫風ハンガーはダイソーのはぎれ、リボン、グログランリボン、セリアのラインストーンシールを使いました。エルサ風ハンガーはセリアで買ったラインストーンシール、ダイソーのグログランリボン、セリアのリボン、ダイソーのはぎれを使いました。貼るだけでとっても可愛いハンガーができるのでぜひ作ってみてね。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。